本日の勝利、まずはおめでとうございます。ありがとうございます。前半終了間際、そして後半にももう1点、2点決めてくれました。まずは前半の1点目から振り返ってみていかがですか。まあ、自分の得意な形ではなかったんですけど、本当に左足のミドルシュートだったりっていうのが自分の得意なプレーなので、まあ、そこは本当にゴールが見えたので思いっきり振り抜きました。後半の2点目はいかがですか。まあ、リコさんが抜けたんですけど、まあ、そこをもう一回もらう形で、まあ、自分が信じて走ったので、まあ、そこに来たので、あとは流し込むだけだったので、まあ、本当にごっつぁんゴールだったなというのはあります。遠藤選手の2点を入れて、本日令和最初のホームゲーム11点という最良得点で勝利を挙げました。今回の今日の試合、そのあたり振り返ってみていかがですか。まあ、最初の試合で自分の中でもすごいもっとやってやろうという気持ちで前半から臨んでたので、本当に大量得点取れたことは本当に良かったですし、なんか本当に自分の中でも課題も多く見つかった試合なので、とてもいい試合になったなって思います。今日のですね、浦和と愛の試合の結果を踏まえて、令和現在首位に返り咲きました。そのあたりはいかがでしょうか。まあ、なかなか厳しい試合も続いたんですけど、まあ、その逆側のそのアイナックとのレッツの試合で、まあ、首位に立ったってことは良、まあ、かったと思いますし、まあ、次のアイナック戦は本当に一番重要な試合になってくると思うので、また気持ちを切り替えて頑張っていきたいなと思います。期待しています。ありがとうございます。ありがとうございました。